皆さんこんにちは。私はアーサー・オルジェフスキーと申します。本日は日本のコーポレートガバナンス改革についてお話ししたいと思います。コーポレートガバナンスというと堅苦しく聞こえてしまうかもしれませんが、皆さんに楽しんでいただけるよう最善を尽くしますので、最後までお付き合いいただけますと幸いです。さて、コーポレートガバナンス改革について話しする前に、私自身について少しお話したいと思います。私はポーランドで生まれましたが、アメリカにも長く住んでいたため、ポーランドとアメリカ両方の国籍を持っています。大学はイギリスのレーディング大学、法学部に進学し、その後はイギリスのアーンスト&ヤングで公認会計士として3年働きました。現在はオックスフォード大学日産日本研究所の大学院生で、日本経済、主にコーポレートガバナンスについて研究しています。私は日本に関心を持ったきっかけは三島由紀夫の小説との出会いでした。高校3年生の時に彼の小説春の雪を読み、近い将来に日本を訪れたいと思いました。そして大学進学後、日本語の勉強を始めました。私が日本について本格的に考えるようになったきっかけは2度の日本滞在です。1度目は札幌での語学研修、2度目は福岡のビール輸入会社でのインターンシップです。この2度の滞在を通じて、私は日本の独自性に惹かれ、生涯をかけて日本に関わっていきたいと考えるようになりました。日本は先進国でありながら、欧米とは異なる独自の文化を多く持っています。例えばノミニケーション、日本に滞在する上で必要なことのほとんどは飲み会で学んだと言っても過言ではありません。日本から帰国した後は日本企業と関わる仕事がしたいと考え、イギリスのアーンスト&ヤングで公認会計士として働き始めました。アーンスト&ヤングでは多くの日本企業を担当し、彼らのイギリスの進出を支援しました。日本の企業と仕事する中で最も苦労したのは、各企業の社内ルールを把握することでした。それぞれの企業がそれぞれの独自のルールを持っていて、そのルールは担当者と 仲良くなってからでないと分かりません。そしてこのルールを理解することが彼らとのビジネスにおける成功の鍵でした。この経験を通じて、私は日本のコーポレートガバナンスに関心を持つようになりました。日本企業の組織体制をもっと知りたい、そう思ったのです。そして現在は日本企業についての理解を深めるため、オックスフォード大学にいてコーポレートガバナンスを専門に研究しています。さて、前置きが長くなりましたが、本日のメインテーマである日本のコーポレートガバナンスについてお話ししたいと思います。コーポレートガバナンスと聞いて皆さんは何を想像しますか？最近のニュースで言えば東芝の不正会計が話題になりましたね。コーポレートガバナンスは日本語では企業統治と訳します。簡単に言えば企業の不正を防止するため、企業の長期的継続的な発展のため権力を社外にも分散させましょうという考え方です。つまり会社の中でビジネスのすべてを管理するのではなく、会社の外、例えば社外取締役の声も聞いてビジネスに反映させていくという仕組みです。皆さんの多くもご存知かもしれませんが、現在日本ではコーポレートガバナンスへの注目が高まっています。昨年6月にはアベノミクスの第三の矢のとしてコーポレートガバナンスの新たな規則が設けられ、日本経済の成長を牽引する一つの改革として期待されています。具体的には欧米の手法を真似て、株主や社外取締役の影響力を高めることで日本企業の経営を改善していこう
という考え方です。ここで皆さんに考えていただきたいのが、欧米の制度をそのまま採用することが日本の成功につながるのかということです。冒頭でもお話した通り、日本のビジネス文化は欧米とは大きく異なっています。この大きく文化の異なる国で欧米の制度は通用するのでしょうか。先に述べた東芝の例は一つの良い例かもしれません。東芝はコーポレートガバナンスに最も力を入れている企業の一つでしたが、今回不正会計が問題となってしまいました。現在の日本企業の状況を折り返せずに欧米のシステムをそのまま採用するだけでは大きな経済成長は期待できないように考えと思います。個人的には日本はその独自性に誇りを持ち、日本に合った制度を考えるべきではないかと思います。具体的にはより従業員が企業経営に参加できるような仕組みが理想的だと考えています。戦後の高度成長は日本人が一丸となって取り組んだからこその栄光です。日本人の貴族意識の高さを生かし、従業員全員が企業の発展に向けて取り組めば、日本の経済はさらに良くなっていくと私は考えています。1970年代世界中が日本の経済、日本の企業に注目していました。日本のコーポレートガバナンスは欧米とは異なるものとして注目を集めていましたし、多くの日本の独自のビジネス文化は大変興味深いものとして考えられていました。現在日本の経済は停滞していますが、それでも日本らしさ、日本の良さは変わっていないはずです。私は日本はその独自性を受け入れることで成功の道を切り開かれるのではないかと信じています。以上で私のプレゼンテーションは終わりです。ご清聴ありがとうございました。アーサーさん、ありがとうございました。今回のスピーチ大会に挑戦してみようかなと思った理由をお聞かせいただけますか。実は私は前のイベントを YouTube で見ながら本当に感動して、私も自分の日本語能力を上がりたいと思って参加しようと思いました。みんなはもちろん参加者はすごく日本語が上手で、私の日本語そこまで上手になりたいと思いました。だからYouTube を見られたのはいつ頃なんですか。 YouTube を見られたのは、いつ頃見られたんですか。そうですね、多分去年のスピーチコンテストからですね。じゃあ1年かけて準備された形ですか。そうですね。結果いかがでしたか。1年間考えて出たいなと思って出られて、今スピーチが終わられたんですけども、お気持ちは。そうですね、すごく、参加することができて嬉しくて、もちろん、なかなかできたんだと思ってるんだし、もちろん緊張してたんですけど、すごくリリーフな気持ちがします。多くの方が、私の知り合いでも日本語ができるんですけども、出たらと声を何年もかけてるんですけども出て来ないんですね。なのでやはり出ようと思って今日出るっていう実行に至った学習法というかコツみたいなものがあったら教えていただいていいですか。もう一回。出ようと決めて実際出るということに決断したので、それまでのスピーチをしようとした日本語の勉強法とかコツ、キーポイントとか何か秘密を教えていただけますか。多分時間と意欲があれば何でもできるんだと思いますね。私は
去年の9月からオックスフォード大学の修士課程に入学した時からすごく真面目で勉強することになりました。で、実は今日その会場にも来てくださっている西澤先生のおかげでも勉強を楽しむことができますからね。そうですね、やっぱ意志力ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて質問です。コーポレートガバナンス、かなり難しい問題なんですけども、アサさんは日本はヨーロッパの真似をしてもダメだという意見ですよね。そのまま持ってきてもシステム持ってきても通用しないと、日本には日本の独特のコーポレートガバナンスがあっていいんじゃないかという、そういう意見間違いないですか。まあ、一般的に言うと間違いないですね。もちろんコーポレートガバナンスについていろんな意見、いろんな制度が生存してますが、私の研究をもとにして、私の研究によると、もっと従業員をもとにした制度はもっと合理的だと思っていますので、多分日本は一番高度成長した時にはそういうふうな制度が使ったから理由かもしれませんですね。日本ではコーポレートガバナンスというと社外取締役を入れるとか、 それから株主とか投資家をもう少し重要視するという、そういうふうに取られてますけども、それはヨーロッパのやり方なわけですよね。その制度はヨーロッパから来たということですね。そうですね、まずはじめは多分アメリカから来たんですけど、90年代のイギリスから始まったそのもっとコーポレートガバナンスに優先しましょうという考え方がありましたんですね。で、その去年日本は導入された制度は、イギリスの、そうですね、イギリスのを真似ている制度になりますね。ちょっと話が変わりますが、アベノミクスの話が出ましたけども、第三の矢というのは一応経済成長戦略ということだと思うんですけども、第三の矢は日本では成功すると思いますか。かなり難しい問題です。かなり難しいんですね。で、第三の矢は毎年ちょっとずつ変わってるんだし、だからそうですね、もちろん、ポジティブな期待をされるしかないんですね。多分私思ってるのは、みんなはポジティブな考え方があったら経済成長もできるかもしれませんですね。でも成功するかどうかのはなかなか難しいんですね。でも、それは第三の矢は一つのパズル のエレメントになりますので、その以外にはもっと大事な一般的な問題もあるんですから、そうですね、ちょっと、そうですね、難しいんです。ちょっと難しいところですね。ありがとうございました。ありがとうございました。